皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、メールマガタイムでございます。私、メールマガジンを2つ発行しておりまして、このチャンネルの概要欄にもリンクを貼っております。1つは無料版で、こちらはサンプルのようなものです。もう1つは有料版で、こちらは毎週火曜日に発行しております。 明日ですね。次の発行は。はい。もう配信予約しておきます。下。はい。で、月額税込み111円。登録月は無料。なので、登録月に何度か、何通か、えー、メールをご覧いただいて、お気に召さなければ、メールマガジンの一番下にあるリンクを押せば、解除の、えー ボタンが押せるという形になっておりますで内容としましては日常生活から人生設計までさまざまな皆さんに役立つであろう内容を紹介しております。ぜひお気軽にご検討ください。でこの YouTube の配信では過去に発行したメールマガジンから一部を抜粋して皆さんに 紹介させていただきます。今回のテーマは、老化を防ぐコツでございます。なんとも、なんとも広いテーマですね。はい。老化を防ぐコツ、いくつかありますので、紹介させていただきます。まず、まず、食事をゆっくり食べることです。はい。なぜかと言いますと、えー、 糖分などが胃に入ってきて脳に届いて満腹感を得るまでには15分から20分ほど時間がかかります。なので早食いをしてしまうとどうしても食べ過ぎになってしまうんですね。それが生活習慣病の元になってしまうこともあり得ます。なのでできるだけ15分以上かけて食事をとりましょう。もし、まあ、 定食並みの量であれば15分ぐらい、はい、おつまみだったらもちろんもうちょっと短くていいんですよはいはいそして他にもいろいろとあります、えー、老眼ありますよね老眼は老化の証拠なのですが老眼鏡早めに書きましょうなぜかというと老眼なのに無理して見ようとすると自然と シワができてきます。しかも眉間にです。はい。シワができてきます。なので、えー、潔く老眼鏡をかけると逆に若々しい顔を保てます。はい。そうなんですね。はい。他にも、足腰。これが弱ると行動がしづらくなり、様々な 運動ができなくなってしまいます。そうですね。足腰がたくましくて若々しい人は階段の上りではなく下りで鍛えているそうです。だから階段を上るときだけではなく下るときにも一生懸命下りましょう。はい。それが足腰を保つ コツです。そして、最後に、口にさせていただきます。もう、年だから、もう、若くはないから、そういうことを、口にしない、ことが、重要です。口に、すれば、するほど、本当に、老けていくそうです。ちなみに、これは、 また別の情報ソースから得た内容ですが、えー、若い者には負けないぞと言って頑張る方ほど長生きしているそうです。はい。そうなんです。こんなにも分かりやすいんです。老けない方法。こんなにも分かりやすいことなんです。ぜひやっていきましょう。老けないうちからでもいいんです。やっていきましょう。 やっていけるところからどんどんやっていきましょうそう癖をつけておきましょう若いうちから癖をつけておきましょうゆっくり食べる階段も下りを意識する老眼が始まったと思ったら老眼鏡をちょっと試着してみるそういうところから始めていきましょうそしてもう30代40代のうちから若い者には負けねえぞっていった気持ちでやっていけば 50代、60代、70代、80代になっても、若い者には負けんといったような形で、若々しく、気持ちが若々しく、生きてい,いけると思います。はい。今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。皆様のご多幸をお祈りしております。